本日はほうれん草おすすめ品種。相変わらず書いてるだけで黒板は使いません。ほんまや。何のほうれん草がおすすめかっていうのはですね、はい、美味しいほうれん草がおすすめなんですよ。まあその辺の具体的な内容は本編どうぞ、はい。こんにちは。こんにちは。ダマです。岩崎です。ママです。もう10月もね、だんだん10月。だんだん10月に入りました。もう入ってだんだん10月やろ。もう上旬終了で、もうすぐ中旬ぐらいに。うん。確かに。この動画はだいぶちょっと先に投稿するのよ。はい。ママのせいで。そうね。はい。はい、で、だからだんだんです。はいはい。で、ほうれん草も。もうそろそろピークですね。ピークというか種まき時期ですね。巻いていいですか。巻きまくりましょう。巻きまくりましょう。巻きまくりで、10月ね、今年はもう猛暑がきつかったんでね。はい。やっぱり9月中の種まきもしんどかったと思うので、はい。10月にほうれん草を巻くということで、おすすめほうれん草ですね。はい。今日はそれをやってみたいと思います。はい。相変わらずだから口先動画ですね。あら？ここで里芋の袋詰めをしながら、はい、里芋の掃除ね、はい、里芋ちょっと今年の汚いよ、ね、なんかちょっとね、うん、中が黒いのとかね、暑さの影響であってな、だから要注意やよな、うん、注意して、出さないと、まあ、こうやってね、綺麗にしてね、はい、ちょっと洗いが悪いわ、あ、そう、土がついてる。まあ、里芋の話はどっちでも、はい、ほうれん草なんですけど、もう先にね、うん、おすすめね、うちのおすすめはもちじみほうれん草です。ちじみほうれん草、うんうん、これね、見えるか、うん、缶味ってやつです、うちは。はい。これ以外に朝霧とかもあったからね。へぇ、うん、まあ、チヂミほうれん草っていうのは、要するに普通のほうれん草は、初期っていくところを、はい。うん。はにゃってなって、ふにゃ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 ってこうなる。ああ、しわしわね。そう、縮むやつ。はい。だから、まっすぐじゃなくて、ベタって倒れるやつ。ベタっと、万歳。そう、万歳じゃない。うん。霜に当たって、チリチリになって、うん。あら、不思議。これほうれん草みたいな。はい。一時流行ったやつだよね。あ、一時流行ったの？うん、最近ちょっとまた減ってんじゃないの？直売所みんな一時作ってたよ。確かに。でも最近ちょっと、ね、ないかも。うん、減ってるよ。うん。そういうのは見逃しませんよ。いや、実際さ、味もさ、普通のほうれん草より美味しいしな。そうやね。うん。で、作り方としてはさ、まあ、はい、うちの場合はまだな、ちょっと違う方法で。違う方法。っていうか、話がどっちからどちらかってないから、うん、まあ、なんもさっき、まずはあれや、おすすめする理由やな。そうそうそう、そこからいいからな。そうおすすめする理由、一つ目は、はい、味が美味しい、ね、美味しい、はい、うん、うまい。まあ、要するに私のようなヘッポコ農家でも美味しいほうれん草が作れる、ね、作れる、うん、で、二つ目の理由が栽培も、まあ、普通のほうれん草とは変わらんねんけど、はい、まあ、簡単なところが、あるわけですよ。簡単なところが、うん、まあ、簡単にする理由ね、はい。理由というか、簡単にする方法があるわけですよ。うん。それが二つ目の理由。はい。まあ、後ほどね。はい。で、三つ目は、うん、そう、さっき言った、最近作ってる人がちょっと減ってんじゃないの的な。うん。ちょっと減ってるから、直売所でもちょっと売り合いすぎていいんじゃないの系のね。うん。まあ、他にも何人か作ってるけど、何人かやからな。そうやね、確かに。みんなでうわーいうことないしな。確かに。うん。なので、まあ、おすすめかな。おすすめ。うん。で、やっぱりね、もともとこうやってね、縮んで甘くなるような品種の方が、はい。もうこんだけね、断頭や言われてたらね、普通のほうれん草もね、霜が当たりゃ甘いんですよ。うん。でも、普通のほうれん草も、もう霜当たらないもん。ああ。霜降りるかいって感じやろ。確かに。この断頭で。はいはい。うん。なので、まあ、おすすめですな。はい。で、作り方としては、うん、うちはですね、これね、縮みやから、ベターってなるやろ。うん。ネタってなるってことは、株間がね、広いのよ。ああ、なるほど。株間8センチから12センチ。ね。うん。で、あとは、上管っていうのは、列ね。列が20センチ。うん。だから、
普通のほうれん草やったらもっと株間狭いよ。そうやね。うん、5センチぐらいでしょ、ね、うん、もっと狭いか。もっと、うん。うん、初めもゴロゴロゴロって垂れますからな。そう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 。うん、でも、うちは、うん、20センチも、え、違う、もっと開けるな、うちはな。うん。15センチ。この幅開けるか。20センチ開けるな。うん。そうして、大きく育てるよね。大きく、うん、はい。うん。だから、まあ、ある意味、種の節約というかな。相変わらずせこいけどね、はい、うん、で、その株間を広げるということは、うん、まあ、直巻きでもいいんやけど、うん、ほうれん草直巻きして、ね、なかなかさ、芽が出ない時って多いやんか。多い。あの、水の管理が大変やからな、うんうん、ほうれん草っていうのは、あの、油中の野菜みたいに水ひたすらかけてりゃ、ペッて芽が出るってことでもないからない、うん、あれ、ダーッと一回水かけといて、うん、で、さっと、ちょっと軽く乾燥じゃないけど、うん、するような、あの、雰囲気？雰囲気。雰囲気じゃないけど。まあ、ずっと水に濡れ続けてると休眠しようねん、こいつ。ああ、うん、お休みしちゃうの？お休みしちゃうねん。うん、だから、パッて水かけて、うん、なんじゃっと思って、うんうんうん、普段に戻してあげるねん。ああ、ほんなら、ああ、もう学校行かな、みたいな。学校だ学校、もう仕事行かな、でもね。になるわけよ。はい。なので、種まきがな、うん、あの発芽がちょっとあのもう俺みたいなヘッポコ農家は水の管理も下手やからさ、はい、もう初めからもうこのセルトレイに巻くんですよ。このセルトレイもまた潰れてるの。そうやね。また使われへんなこれ。これね200ケツ200穴、はい、のセルトレイに巻くわけですよ、はい、ね、これに巻いて1個1個、うん、これな、水切れがいいのやっぱり、うんうんうん、だから初めびっちょびちょに水かけん、うん、ならびちょびちょになるんやけど、うん、やっぱり水さっと引くのよ、さっと、うん、ほんで軽い乾燥状態に持っていってあげたら、うん、もう目、目がポッと出る、あの目というか気結から、ほら尻尾赤い、赤いじゃん、あの赤い白い尻尾出すからさ、白い尻尾、猫な、うん、猫出してそっから、ね、猫かな、猫分からない、分からんのどっちか分からんけど、はい、で芽が出てくるという寸法ですな、寸法ですな。なんでこれである程度までね、もう芽出たらまあそれでいいけど、ある程度まで大きくしてやって、うん、そこでそのさっきの株まで植え付けていくのよ。あ、植え、もうね、うん、YouTube 見ながらでもええし、はい、あのトマ太郎のラジオ聞きながらでもええしな、うん、それで植えていくわけよ、はい、でまあへっこらへっこら植え付けたら、確実や、植え付けたら。そうやな、もう芽出てるしな。植え付けの時に軽い農薬ちょっと振っといたやったらな、うん、もうそれでバッチリやしな。ね、まあ、農薬もいらんかもしれんけどな、もう寒くなってきたらな。時期的に11月、うん。植え付けは11月に入ってから、うん、から、まあ、そんなにいらんかもしれんね、うん。無農薬でいこうもだ、いけんじゃない？おぉ、うん、まあ、そんな感じでね、はい、栽培します。はい、で、まあ、ただ、あれよ。こんなもんにマルチして栽培するのももったいないからな。確かに。うん。まあ、マルチせずに裸地でやるけど、その時にはこの、ラッソンゴ俺らやな。ラッソー乳剤、除草剤ってせな。うん。ラッソンゴ俺らや。ほうれん草、白菜、大根、かぶの沢菜、小松菜。野菜にはこんだけ使います。そうなんだ。うん。ハッシュ直後。直後ね。ハッシュ。ハッシュ直後やけど、これは植え付けのから、植え付けの前にさっきさらっと巻いて、うん、いいんじゃないかなと思います、うん、で、まあやっぱりこれね、あの除草剤まあみんな嫌うし、まあまあまあ、狭いところでやってる人はもうこんなもんかけんでもいいんですけど、そうだね、まあ、大量にやる場合はもう草木が追いつかへんので、はい、もうこれ除草剤巻いてね、うん、これまた色がどぎついのよね、なあ、紫チックやな、うん、ちなみにね、553とかね、うん、あとはここにもあったな、うちはこっちやな、レタスの先はな、553レタス使われへんかった、ね、黄色いやつ、トレファのサイド、これもね、あの除草剤で、はい、要するに裸地で栽培するときな、うん、マルチかけんと裸地で栽培するときにこの先にこう、うん、振っとくんな、振っとくね、うん、でこれは雨降り跡が良かったかな、ごぼうさんはな、あー、なんやん、そうやな、ごぼうさんじゃないわ、トレハの最後、違う違う、うん、こっちはどうやったっけ、こっちは忘れたな、忘れたなってメタに使わんからね、うん、
そう、めったに使うのに入りすぎやねん、もう多いねん。確かに残るよね。そう、俺らみたいなヘッポコ農家そんなやつないの、農薬使えへんから、まあ、こういう農薬もあります、はい、ね、ほら、要はあれやん、不思議やんか、あの綺麗にさ、もう小松菜とか裸のな、うんうん、茶色いあの砂のところにピシーって並んでるやん、うん、そうそうそう、なんで雑草生えへんのって思うよな。あとはあの俺らの仕事の職業病やと思うけどさ、あの神社とかさ、お寺 の, その日本庭園とか、うん、このあれなんていうの、こう風水じゃない、流水じゃない、うん、あのあれやん、あれとかを見てたらさ、あ、雑草生えんのかなどうやって草の管理してんのかな、大変やねんな、ね、まあ、だから砂利引いてるっていうのはあるけど、砂利でも生えるでな、生えるよ、生えてくるからさ、コンクリでも生えるのに、そうそう、コンクリ割ってくるからな、ね、うん、だから、まあ、何の話や、はい、まあ、雑草のね、こういうのもあるんで、まあ、ね、うん、巻いてやるのもいかがかなと思います。だから、うん、まあ、植え付けとこの除草剤と2回巻く可能性はあるけど、うん、まあ、それを除いたら 無農薬で完全にやれるな、ですな、うん、11月に向けてやっていこうかと思います。ほんで出荷はもう真冬やね。真冬やね。うん。1月、2月を。年明けね。目標に。うん。こ、うん、の辺は、まあ、ちょっとまたなんか減るしな。そうやね。うん。まあ、そんなたくさん、うちも用作らんからな。うん。うん、まあ、とりあえずやってますよぐらいの定義やけどね。なんじゃそりゃ。ほうれん草はほんで、やっぱ冬場はな、あの、上手なプロの人がいっぱい出してくるからな。そうなのよ。あの俺らみたいなヘッポコ農家はお呼びでない状態。そうなのよ。お前らお呼びでないって感じ。まあでもちょっとぐらいはやってもいいんやけど、うん、あのうちはもう春のな、うん、去年は、そうそうそう、去年大失敗したけど、当たんない、一個もなかったら、うん、種が古いの使ったから、ね、そう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 、あの3月巻きの5月取りほうれん草をやるんだよな。その5月取りは結構ね、あのいいのよ、いいのよ、いいのよ、美味しくないけどまあまあ、まあ、美味しくないけど俺らには美味しいのよ。美味しいのよ。そうだ、あの値段がいいのよ。そうなのよ。味は悪いのよ。そうね。縮れほうれん草も値段はいいからね。あ、そうそうそう。ね、そうやね。普通のほうれん草より確実に20円、30円高く売れんねん。そうそう。上乗せしてもいいけど。そうそうそう。な。そうなのよ。で、担当がママやからさ、収穫も、あの、うん、ママするよ。あれ、袋詰めもな。うん、全部ママがしてくれるんで。きれいにするよ。そう。この辺は。結構ね、あの袋詰め大変大変よ、この状態で、うん、そうそう、このままぐらいで、そうそう4、5枚ぐらいね、綺麗に、うん、でだから冬場やからな、なるべく大きくしてな、そう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 、うん、出したいからさ、うん、でももう10月ぐらいには種まいてさ、ね、肉厚にしたいよね。そうそう、でもうある程度先に大きくして、そっから先成長止めたいからな。おお、うん、なるほどね、うん、まあこんな感じでね、はい、ほうれん草ね、まあ今日なぜここでね、動画を撮ってるかという理由をね、はい、まあちょっと別に、あの、どっちでもいいんですけど、ママがね、行っちゃうんですよ、今日から。ちょっとね、はい、何日間かいないんですよ、はい。いなくて、まあ今日はもう動画ね、もう大体撮り終わってるから、うん、いいんですけど、今日これ一本でいいんですけど、もう昨日やったり、おとついか、昨日か。うん、怒涛の 6本撮りやからな。YouTube の動画1日に6本撮るやつおるか？ほら。びっくりするわ、ほんま。もう大変やったもん。それもあれやで。この動画だけやってるんやったらあれやけどさ。あの、何？ありがとうございました。何だ？仕事？そうよ。あの、普通に農作業もして。して。んで、収穫もして、うん、して袋詰めもして、で、動画撮るんやから。そうそうそう。びっくりするなんだよ、ほんま。ね、よう喋るわ、お前って。ほっとけやで。お前でちゃうねん、ほっとけやで。ね、こうやってね、動画をね、たくさん取り出すと、その、はい、まあ、毎日投稿もそうやけど、毎日投稿とか動画をたくさん撮ることに目的がいって、内容が薄くなってしまうんですよね。今回もだから内容が薄くなってないか心配で、はい、まあでもね、ほうれん草もそろそろ焼くし、ね、ちょっとね、おすすめはこれだというのは私も言いたかったので、はい、内容が濃いか薄いかは知らんけど、まあ、まだ俺の髪の毛はそこまで薄くなっていないので、はい、それと同じように、うん、まあ、濃くはないけど、薄くはないような気が。そりゃ。いやー、そうや、ママ、白髪染めしてないやん、結局。おう、昼す？おしようぜ。お昼。してね、うん、ママがいない間、俺自分で白髪染めしたら、後ろが染められへんから。白髪染めも大変なんです。そうやね。まあ、もう無駄話はそろそろ、はい、さておきですね。はい。ね、じゃあ、もう一回おさらいね。はい。
ほうれん草は、チヂミほうれん草がいいよって。いいよ。まあ、特に家庭菜園で作るんやったらね、かなりおすすめですよ。うん、で、まあ、そっちの方がね、美味しいし、作りやすいし。で、まあ、売る方はちょっと売りやすいし、はい、ね、そんな感じでございますな。ですな。はい、ということで、どうしようかな、LINE 公式アカウント最後ちょろっとだけ、はい、ね、こういうのもあります。まあ、そうですね、ほうれん草。ほうれん草は野菜の、ね、冬野菜のある意味王様で、ね、大根、キャベツ、白菜みたいな巨大な野菜ではなく、はい、ちょっとあのおしとやかに。おしとやかに。うん、シュッとしたね、はい、シュッとしたやつをフェッとした形の野菜をお勧めした、はい、ということですな。ですな。はい、良いか、はい、はい、そんな感じでございますんで、はい、まあ、皆さんとは毎日毎日ね、うん、会うんですけども、私は、今日から3日間は動画の撮影は一切なく、はい、ゆっくりと過ごせそうでございます。ですな。はい、おしまいでございます、はい、それでは皆さん、さようなら。